エアロビクスダンスのデモンストレーションエアロビクスダンス、あるいはエアロビクスダンスと呼ばれる運動はダンス形式の有酸素運動である。エアロビクスダンスはケネス・エイチ・クーパーのエアロビクス理論をもとにジャッキー・ソレンンが開発したと言われる。1980年代に j ン・フォンダが火付け役となって広まった。当初は走る動作や跳ねる動作が対応されたが、障害や 疲労骨折が多発し、この問題の反省からハイインパクト動作を控える流れができた。それとともに衝撃の少ないエアロビクスダンスに代わるエクササイズが考案された。STEP エクササイズ等もその代表である。音楽に乗っていろいろなステップを踏むのが基本である。一般には1、2名のインストラクターのリードに従い、複数の参加者が運動する形式で行う。 この形式はグループエクササイズと呼ばれ、1回のグループエクササイズをクラスという。なお、近年ではウォーミングアップとメインパートを明確に分けないスタイルも見られる。このスタイルではウォーミングアップの動きを徐々に変化させて運動強度を上げスムーズにメインパートに移行する。エアロビクスダンスのクラスの運動強度や時間は対象者や目的により様々に設定される。 エアロ初級初心者向けのクラスでは、運動強度は低く、時間は短めであり、技の組み合わせがないか、簡単な組み合わせで進行する。右足から踏む16カウントのコリオ及び左足から踏む対象動作の16カウントのコリオで、計32カウントで1ブロックとするケースが多い。エアロ中、上級熟練者向けのクラスでは、運動強度は高く、時間は長めである。 エアロビクスダンスでは歌詞を動かし続けるため、障害防止のために弾力のある床の上で行われる。多くの場合は、スタジオと呼ばれる場所で行われる。イベント会場でエアロビクスダンスを紹介しているところ、有酸素運動のページを参照。エアロビック競技エアロビクスダンスを競技として行うものである。日本ではエアロビックとも呼ばれ。 正式名称は、エアロビックジムナスティックスという、日本エアロビック連盟が大会運営している、IOC 公演ワールドゲームズの正式種目である。世界エアロビック体操選手権や、全日本エアロビック選手権大会、全日本学生エアロビック選手権大会、JOC ジュニアオリンピックカップ等のユース部門、11から16歳の大会も、盛況で毎年行われている。 2018年6月3から5日に、ポルトガルのギマランイスで開催された、第15回エアロビック世界選手権大会、主催国際体操連盟では、日本の斎藤水野が男子シングル部門で2連覇、北詰林林が女子シングルで初優勝を果たし、アベック優勝を果たした。日本では、市町村の公営施設や民間のスポーツクラブで参加することができる。また、 地域住民のサークル活動としてレッスンが行われるケースも多い。市町村では住民向けの講座や公民館活動として期間を決めて開催するケースと施設利用の時間割を決め毎週同じ曜日の同じ時間に開催するケースがある。スポーツ施設の運営を民間に委託しているところでは校舎の形が取られている。いずれも参加する都度料金を支払うケースが多い。 民間のスポーツクラブでは、スタジオの時間割が決められ、毎週、同じ曜日の同じ時間に開催される。民間のスポーツクラブのほとんどは、開員制で、ガツ回避を支払う方式が取られている。エアロビクスのレッスンはいろいろなところで受けることができる。公民館活動や市町村の公営施設で開かれ、定期的にメンバーを募集するものがある。 これらは市民参加の講座の一環である形態で、初歩的なクラスが多い。一方、初歩的なものから上級レベルのクラスまで扱っているレッスンでは、スポーツクラブ、フィットネスクラブのスタジオレッスンが一般的である。スイミングプールが設置されているクラブの場合には水に使って行うアクアビクスもある。2009年初頭時点の日本では、男性アロビクスが広まりつつある。これは、 従来のエアロビクスダンスに比べて、ダンスの色彩がより濃いものである。従来型のエアロビクスダンスでは、体幹部の動きが少ないのに対し、ダンスエアロビクスでは、ラテンダンスなどの動きを取り入れ、体幹部の屈曲、回線を行うのが特徴。最も初歩の動作として、ステップタッチがある。1右足を外側に踏み出し、2左足を内側に踏み出す。 三、左足を外側に踏み出し、四、右足を内側に踏み出す。このうち、二と四の時に手を叩く。一連の動きをした後にこの、ステップタッチへ戻ることが多い。もしくは、マーチである。マーチは右からその場で歩くだけである。基本動作として、A ステップ、V ステップ、マンボ、ニー、シャッセ、ボールチェンジ、グレープバイン、カール、バックステップ、 スパイダー等がある。中級クラスからツイスト、パドブレ、マンボーターン、ピボットターン、1回転等が加わる。ワールドゲームズ2001では記念切手が発行されている。走る、跳ねるといった両足が同時に床から離れる動作ハイインパクトと呼ぶ。着地の際に体重の約3倍の衝撃がかかる。ここで言うスタジオとは、 ダンスなどの運動を行う広い部屋のこと。障害防止のために床に適度の弾力を持たせてあり、前面は鏡張りになっている。グループエクササイズで音楽を使用するため、オーディオ機器が設置されている。互いに反対の作用をする筋肉。例えば肘関節を曲げる上腕二頭筋と肘関節を伸ばす上腕三頭筋。 月間フィットネスジャーナル2008年11月号、体幹部は胴体、屈曲は曲げる動作、回線はひねる動作。ありがとうございます。